アテフ・ハリムはフランス国籍の日本のバイオリニスト、エジプトのカイロ出身、エジプト人の父親とフランス人の母親を持つ。2歳の時に父親に音楽の才能を見出され、5歳からバイオリンを始める。5歳の時にはバイオリニストになることを決め、9歳の誕生日にカイロ歌劇場でデビューを果たす。 放送局の記録では9歳で、チゴイネル・ワイゼンなどの著名な技巧局をほぼ引きこなし、毎週のレギュラー出演を果たしている。14歳で単身パリに渡り、ルネ・ベネデッキに支持する傍ら、ソル・ボンヌ大学で哲学、美術を学ぶ。パリ音楽院卒業後は、レオニード・コーガン、ヤッシャ・ハイ・ヘッツ、ユーディメニューインにも支持する。その後、フランス国立管弦楽団のコンサートマスターを、 勤める傍ら、ヘンリク・シェディングの下で、さらなる研鑽を積む。ソリストとしては、カール・ベーム、レナード・バーンスタイン、クルト・マズはロリン・マゼールなどの著名な指揮者と共演した。新日課で、1991年に、全の研究のために初来日したのをきっかけに、1993年からは、生活と音楽活動の拠点を日本に移している。CD 制作の 日本各地で定期的にリサイタルやチャリティコンサートを行っている。レパートリーは古今の大作から商品までと幅広い。中でもドイツ音楽、とりわけベートーベンやモーツァルト、ブラームスのバイオリン・ソナタを得意とする。来日後はクラシック音楽以外にもレパートリーを広げ、加藤時子の単語アルバムや石川さゆりのオリジナルアルバムにもゲストミュージシャンとして参加した。また、 カイロ関元学団とも共演を果たしている。ありがとうございます。